チャオ、あっちゃんです。今日は7月29日、あっちゃんのお昼ご飯はゆで卵、ちょっと落としてね、手すり出して落としてね、漏れちゃったのよ。ゆで卵を食べましょう。まずゆで卵とね、チーズと持ってきて、卵とチーズとでお昼食べます。今日ね、ティカの誕生日でご飯食べに行こうかって言ったの。あっちゃん的にはお昼食べてね、で、夕方帰ってきて、で、ケーキ買って帰って、ケーキ食べようかなんだけど、夜食べに行こうよって言って、お昼より夜方がいいよって言うから、どうしようかって言って、で、お昼食べて、もう今1時20分だけどね、そしたら12時前ぐらいにご飯食べてね、で、これやって、今、日が寝てんねん。で、今日はね、朝からお仕事出てるから、2人で行ってきって言うと昼にって言ったけど、昼、寮が、要は光が、寮も一緒に連れて寄り行こうよって言うから、どっちでもいいよって言って。で、寮は、ケーキ一緒に食べたらそれでいいからとか言っとってんけど、多分ね、お金を心配してるやつ。あんまりね、もう言ったらあかんの分かってんねんけどさ、死んでるのか。だから、ついついちょっとポロッと口に出してしまうのよ。だからそれで心配してるやと思うんだけど。帰ってきてから一緒に行こうかなと思ってるけど、まあ、優しい子というか、不甲斐ない親指。はい、ちょっといただきますか。あとは、母からね、ちょっと動画作ったり、ね、ちょっとね、面白いこと思いついたのよ。あっちゃんのね、旅企画をね、この前からいろいろ旅企画やっとって、言うとってね。今、こんなにお金をかけずにね、あっちゃんの旅企画をしようかなと思って。で、ちょっとプランを考えて、映ってるかな？映ってない方がいいんだけど。メモ帳にね、いろいろちょっとプランを考えてんのよ。行くの多分ね、9月とか入ってから、涼しくなったら、夏は暑くてね。でも9月になっても涼しくないかもわからない。ただでもね、コロナがね、落ち着かない、電車の便も少なくなったりね、お店が閉まってたり ね、やっぱりね、マスクがどうとこうとかっていっぱい言うのがあるでしょ。どっかだけで言うのは意味だよ。そのとこでちゃんと接近もできるし、揉めたら揉めたで、まあほらネタになるかみたいなのがあるけど、電車旅をしたいから、公共交通機関でマスク必須かもからね、どうしようかなと思って、ちょっとそのね、電車を使った旅をしようと思ってるんだけどね、いろいろ面白いこと思いついて、まあこれまたね、近いうちに発表します、どんな企画なのか。もういろいろ考えてんねん。できるだけ、できるだけお金をかけずにね、楽しくできるか。一回の旅の予算がね、本当に数千円程度で収まるような旅企画を考えてん。でもって言うとってもね、やっぱり一日旅したら、お弁当やら、ね、お弁当っていうか、その地の美味しいもの食べたいってなったり、なんだってね、まあ、予算的にはまあまあ、ね、できるだけ抑えめに、それとまあ、なんていうのかな、8月の支払いは過ぎると、ちょっと、見通し立つかな、なんていうの。だから、比較的にはね、面白いのできるんちゃうかなとはちゃん思ってるのよ。まあね、朝からね、いろいろ考えてて、もちろん安プランで言ったらよく安くはできるんだけどもね、中でももちろん、こんな遊びもしよう。だから旅を増やしていけた、やっぱり、ね、
旅を増やしていきたいし、できたらね、本当にこう、なんていうのかな、電車旅であったり、自動車旅であったり、バスの旅であったり、うん、ね、ある意味バスって高いのよ。うちからね、灰原駅まで、灰原駅まで400何もすんねん。ほんの10分ほどの道のりでね、まあまあ高いんだけどね。まあそうなんとでもいいんだけど、灰原まで行ったら、灰原からの電車ってバスってあんのかな。バスだけで旅、路線バス旅っていうのね、やってみたい。あと、もうね、ツアーの、観光バス旅やりたいんだけど、観光バス旅って高いんだ結構。だから、今は無理。だから、ね、運賃検索、ね、分からへんね、運行けるんか。うちの駅から出ていくもん、とりあえずね、桜井まで車乗っていって、桜井からバス乗るっていうのもありだね。橿原。桜井北口からやったら天理までしか行ってないのかな。で天理駅からどうなってるんだ、国道山添、お、これちょっと面白いな、よかな。あっちゃんの女のバス停からね、灰原、灰原から針インター、針インターから天理駅っていうのが出てんだよね。で天理駅から多分ね、奈良駅って出てると思うね。近鉄なら、ん？これだ、奈良営業所と、なんかね、すごい見にくい。でも、料金すごい高くなると思うね。あれがないんよね。乗り放題っていうのがね、お得な切符。定期バス。そういうのね、だから、まあ、バスもね、ないね。奈良交通の得な切符みたいな、あっただ、得な切符。夏休みはどこでもパス。小学生だけか。小学生だけや。奈良観光フリー乗車券一覧。奈良大和寺ツーデーパス。アスカ巡るとかね、奈良の遺産を巡るとか、期間、指定区間だけの乗り放題バスとかね。まあ、こんなん使ってね、奈良からぐるーっとどっか一周してくるっていうプラン作ってもええねんけどもね。ご利用エリア。あ、あるある。
あるわ、桜駅から天理駅、天理駅から奈良、奈良駅からジョルリ寺で、秋篠寺から綾目池、学園前、ぐるっと法隆寺まで、筒井から、法隆寺から八木までは電車しか行かれへんねんな。だからぐるっとまた奈良から帰ってきゃならばね、そんな一筆、筆筆ちゃうわ、一日乗り放題切符っていうのがあんねんね、バスね。これ使ったら、なんぼすんの ?1500円。あ、それ安いね。1500円。で、桜井からやったらね、これどこで売ってんの、八木案内所、法隆寺、法隆寺、当日の乗車でお得な施設、乗車開始から普通は2日間乗り放題で、この値段って安いね。八木駅とかで買わなあかんねんな。これちょっと面白いね。こんな 2day チケットで1500円でね。そんなんあったりね。アスカロマン日帰り切符。なんだこれ、近鉄や。近鉄とコラボしてるのか。こんな切符があったりね。で、近鉄もね、なんかいろんなお得パス切符っていうのがあるのよ。あの、週末乗り放題チケットとかね、いろいろあってね。これなかなか面白くて、たっちゃんたまにこれ使って大阪とか行くねんけどもね。今だからね、コロナとかでね、入られへん施設とかも出てきてる、あの、チケットなくなったりね。で、大阪チケットがね、今、うまいこと言ってなくってね。これ何？桜市。大阪から、あ、京都とか大阪とかから来る人やね。京都から、京都で売ってんねんな。面白いね、こんな切符ね。こんな切符があったってね、ちょっとね、旅をしようと思って、旅動画を撮ろうと思ってね。あっちゃんもともとね、旅動画が撮りたかったね。で、まあ編集ができたらね、旅番組みたいにしたいなって、もう前から言ってんねんけど、なかなかうまいこと言うじゃんかって、ね。ぼちぼちね、編集もだいぶできるようになってきてんねん。まだまだ全然やけどね。まあ子供に手伝ってもらいながらやねんけども、旅企画をやりたいなと思ってね。で、まあそれするのにも小遣いを貯めたりもしとんねんけど、あのね、この辺はね、これどうなってんねやろ、なんかよう分からんね。法隆寺一周500円のワンデーパスとかもあんねんの。どっちかがスパイクの方で。奈良法隆寺、奈良公園西の京ワンデーパス。これは奈良だけか、ワンデーパス。うん、奈良周辺。これもね、電車でね、奈良駅まで行って、シカちゃんじゃなしにね、奈良を、散策するってね、500、安っ。奈良ね、ぐるぐる回るのに、ワンデパス500円やって。500円でね、結構回れんねん。奈良駅、近鉄奈良駅、JR 奈良駅を起点にして、春日大社まで、ね、逆は、あの朱雀広場、平城京で、平城京のとこから西大寺の駅までも行けるし、で西大寺から秋篠寺のところまで、で上はね、般若寺から市営球場、あのドリームランダーとかね、ところとか自衛隊とかの辺まで行けるし、で下で南方面行くとね、古市まで行くんか、古市で北古道の大安寺で西の京とかまで行けるから、ある意味ね、これも使ってね、いろんな、ところ、まあ、この区間だけでも大きな、ちょっと有名なお寺とか神社だけでね、神社も入ってるね。で、だいたい14ぐらいあんねんね。それぐるっと1日で回ってもいいしね、500円やったらね、で、奈良まで行って、奈良まで車で行って、奈良の駐車場1日1000円やったらね、奈良まで30キロでしょ、60キロ、65キロ、まあ、70キロとして、150円、1キロ、
15円か計算ね。1リッター150円で、リッター10ぐらいやから、70やから、700円の5、7、35、1050円。駐車場1000円、2050円。そこに500円、2500円。で、ご飯代が1000円ぐらいと、あとスイーツとかがあって、なんぼだ。計算わからなくてきた。そんな感じで4000円。まあ、5000円ぐらいのプラン。5000円で奈良ぐるっと回れるってなったら、ちょっとね、ちょっと節約者なのかもわからへん。で、逆に言ったら、電車で奈良まで行って、桜井に車を置いといたらね、だいたい500円ぐらい、1日600円、500円か600円ぐらいでしょ。で、桜井からね、JR で行ったら330円で、ね、奈良まで。で、近鉄で行ってね、近鉄で行って、多分ね、どこまでやったっけ、今見とったらどこ行っちゃったよ。あれどこ行っちゃったよ。浜松寺、西の京で降りた一番近いかな。西の京まで行ったな。で、できるだけね、削るのにね。西の京駅まで行ったら、450円か。じゃあ、近鉄じゃない、J7 まで行って330円、JR で行ってもいいしね。なら330円、660円でしょ。で、駐車場が600円、1200円、1300円ぐらい。で、桜井までやったら15キロない。まあ、往復30として、450円。だいたい、2000かからへんね。1000何本でしょ。あと3000円余裕があれば、あそこに500円いいのか。2500円、同じぐらいか。まあそんなね、プランでね、1日5000円。まあ奈良まで行って5000円やね。奈良県内ね。まあそんなプランで行くとね、まあ5000円やったらね、1ヶ月に1回2回ぐらい行けんことないから、そういうのね、秋口からしていこうかなと思ってんね。だから、ちょっとした旅をやろうかな。で、もちろん神社参拝は行くよ。神社参拝行くけど、神社参拝も行くから、まあ月1回、ね、旅動画とかそういうの撮れたらなと思って。まあそんな感じでね、あちゃんちょっといろいろ考えてんねんけどもね。まあ、もうちょっと先かな。7月、8月は暑いから多分せえへんし、お金もね、ちょっと今苦しいから、こう余裕が出てくる9月ぐらい。多分ね、8月、8末の支払いかな。いや、多分ね、9月の支払いはそんなないと思うね。8月の支払いが多いね。この辺が来るからね。だから、それさえ乗り越えたら、ちょっと楽にはなれるから、って言うても、そんな何枚も余裕ないけどね。何千程度の旅ぐらいができるかなと思って。で、そうやってね、いろいろやっていこうかなと思ってるんでね。どうしてもね、都会の人でね、緊急事態宣言出て外へ出られへんとかね、景色見れへん人とかもね、あっちゃんねの動画見てもらって、奈良に来てもらった気分になってね、楽しんでもらえれば、あっちゃんも奈良に住んでて、奈良の知らんとこいっぱいあるからね、もう今もこれプラン見ててね、奈良のね、そのぐるっと500円で回れるところにね、春日大社、東大寺、興福寺、奈良町、は行ったことあるよ。新薬師寺行ったことないのよ。で、般若寺行ったことないのよ。大安寺は行ったことある。法華寺行ったことない。平城京行ったことある。秋篠寺行ったことない。西大寺は行ったことない。東照大寺行ったことない。薬師寺行ったことない。貴公寺も行ったことない。そんな感じでね、行ったことないところがいっぱいあってね。奈良はね、世界遺産がいっぱいあるしね、まあそういうプランも面白いかなと思ってね。これがね、奈良公園西の京世界遺産ワンデパスってやつね。で、これがね、もう一つね、奈良公園西の京法隆寺ワンデパスっていうのがあるんだよ。ただでもね、気ぃつけなあかんのがね、奈良のお寺はね、入場料が高いのよ。法隆寺確か2500円かなんか取んねん、入んのにね。取んねんって言ったらあかんけど。びっくりするぐらい高いんよね。ちょっと調べようか。法隆寺の入場料ね。確かびっくりするぐらい高いよ。この前ね、見とっていいだよなと思って見とったのね。あ、1500円。入んの2500円やね。で、
奈良からワンデーパスで1000円かな、1000円奈良公園からね、あのぐるっと、まあ、バスで法隆寺まで連れて行ってくれるバスなんだけど、これまあね、奈良公園からぐるぐるっと行って、ほんで王子まで行けるから、王子駅からまた電車で帰ってきてもいいしね、まあ、そんなプランもまあ作れんことないね、桜井やったら。で、桜井やったらね、王子から JR 来てるから、JR 近鉄でも帰れんことはないねんけど、JR で十分帰ってこれるんで、そんなに高くないのよ。こんなばっかり調べてないさっきから。法隆寺から桜井やとね、桜井法隆寺は、510円。法隆寺からやとね、逆やったわ。法隆寺からやと一回奈良へ出なあかんねん。奈良から、桜井帰ってきやんなんから、高いね。法隆寺ね、逆にもう法隆寺から帰ってくるんやったら、バスでもう一回奈良まで帰ってきた方が安いね。まあ、こんな感じにね、ちょっとプランもいろいろ考えててね、こんなん考えるの結構好きでね、面白いでしょ。まあ、じゃあこんな、ね、こんなんしたら面白いなーって、こんなぐるぐる回って面白いなーとか考えたりね、するの好きで、ね、なんだろう、いろいろね、考えて、プラン練ってんのよ。こんな感じで、ね、奈良交通のね、言うたら路線バスの旅、結構面白いかなーって今思ってんだよ。でもフリーパス持っとったら楽でしょ、だからね、なんだこれ、聖徳太子ゆかりの里500円でね、筒井法隆寺駅、法隆寺寺、竜田神社から3、3号市議山門3号駅っていうね、この辺りをねぐるぐる回れるバスも500円であるのね。結構ね、だからバスは面白いの、チケットいっぱいあるね。やっぱりでもね、この世界遺産フリーパス、あ、これは近鉄とセットか、ワンデーセット、京都、難波京都鶴橋から、これは対象外だね。インテストセットになったやつよね。これはちょっとあっちゃんには使えへんね。こんなね、フリーパス使わへんかったらね、マジで高いのよ。バスね、奈良交通ね、うちからだから灰原往復だけで800円、900円ぐらいかかるからね、やばいね。まあ奈良の市内だけやね、フリーパス使えるのね。と飛鳥周遊パスね、飛鳥周遊パスもいいなと思ってね、飛鳥周遊パスがね、650円、高いな、飛鳥ね、そんなに区間内のね、飛鳥資料館のところから万葉文化会館、石舞台、高松塚、飛鳥駅で、橿原神宮前、神宮前とかも行けるんだ、ね、神宮前とかの辺まで行って、神宮前からバスに止めるね。あ、桜井もあんのか、理事を車検、桜井南口じゃない、じゃあ桜井置いといて、桜井からフリーパスで飛鳥行ったり、で神宮前とか行ったら岡寺行ったりしてね、岡寺でまたミニも借りて乗ってもいいしね。ガルウィングじゃ、シザースドアね。ふなんでね、飛鳥回ね、チャリンコで回ってもいいねんけどね、まあ、いろいろとね、そんな楽しみ方ってあると思うのよ。だから、赤亀バスっていう周遊バスってね、650円で乗り放題っていうのがあるんで、ね、まあ、そんなんでね、いろいろ奈良を旅してみたいなと思ってんのよ、なっちゃん。ほんまはね、貸し切りバスとかでね、どっか行ったりとかしたいねんで、なんていうの、定期観光路線バスっていうのがあるのよ。定期観光バスで、奈良のね、若草山とか、ガイドさんついていろいろ喋りながら行ってくれたりとかね、結構面白そうやねん。
かそんなん乗りたいなと思ったりね。あとね、奈良交通のね、スザックとかやってるのスペシャルバスが出てんのよ今。こんなん乗りたいねんけど、それがねなかなかねないのね。あとこれ面白いね、毎日奈良から名古屋まで2700円で行けるバスね。ちょっとそれ面白いなと思って、これや奈良の旅ビューティーツアー高いの、ね、24,000 円とか。伊吹山行ってね、あのなんだこれ滋賀で詩人っていうバスなんだけど、それで行くコースで1万7000で近江牛ステーキが食べられるとかね、岡山行って桃狩りができるとかね、嵯峨野のトロッコ電車に乗れるとか、2万4000円って高いもん。まあ川床料理やから高いやろね。あとね、中型バスで玉城神社行きたいね、1万7000円、おお高いね。あとね、宿泊プランで一泊できんねんけど、一泊やねんけど、大井川鉄道に行くんだけどね、4万4千円とか、戸塚川とかね、まあそんなのがいろいろあんのよ。そういうツアーもね、面白いけど高いよな、面白いけど行きたいねんけどねって感じやねんけど、はい。ということでね、今日は、ね、お昼卵を食べながらぐだぐだ20何分も喋ってしまったよ。はい、ということで暇なんでね、あっちゃん今日はね、夕方からね、子供とご飯食べに行くんで、まあ了解できた次第かな、ぐらいから行ってくるんで。ということで今日は、ゆるっとお昼ご飯でした。またバイバイ。何のよくわからん雑談でした。